中野停留場は、大阪府大阪市東住吉区にあった、南海電気鉄道平野線の駅。現在の阪神高速14号松原線沿いの、大阪シティバス張中の一丁目バス停は木の、高架下の公園が、当駅の上りホームの跡地である。公園の西端の交差点を挟んで、北側に下りホームが千鳥り配置され、上りホームは、 阪神高速道路の工事が始まり、若干移設されたが、下りホームは開業当時のホームが、ほぼそのままの趣向きで、営業廃止まで使用された。阪神高速道路の工事に伴う線路の移設までは、平野川に渡り線が存在した。また、その頃までは、上り線ホームに売店があり、乗車券も販売されていたが、その後なくなっている。 隣の駒川町停留場から当駅の区間にかけて、阪神高速道路の高架足が2本でまたぐタイプから1本脚になる部分がある。よく見ると、その1本に足は中心が少しずれており、長めに腕が出ている方が、平野線軌道上だった名残である。これは、安倍の方面からここまで阪神高速道路の高架に寄り添ってきた平野線の軌道が、 高架のもとに潜った部分を示す。阪神高速工事中、工事完了後の当駅西平野間は、高架道路の真下を電車が走った。鉄道高架ではないとはいえ、営業中の鉄道路線で、直上高架工事が施行された例である。また、阪神高速14号松原線の地下には、平野線の代替となる、大阪市営地下鉄谷町線が走ることとなった。 南海平野線の運行最終日と谷町線の大体育間の営業開始は同じ日だったので、1980年11月27日の1日に限り地下鉄、地上の平野線、そして高架に高速道路が同時に存在、営業したことになる。ありがとうございます。